はい、はい、今 SR のをターボ化するためにマフラー作ってます、うん、タービンからのノーマルのサイレンサーにつながるマフラー作ってるんですけど、はい、でマフラーにこういうエビ缶って言って輪切りをこう重ねた曲げ部分を設ける場合が結構あって、うん、このやり方知っておくと、うん、マフラー自作にはすごくやりやすくなるんで、うんうんうん、それを紹介したいと思います、はいはい、で今まで、はい、こういうちょっとしたノウハウとか、うん、SR 制作の中の長い動画の一角に一部分だけこう、うん、あったんですけど、うん、今回、うん、そのノウハウのとこだけ別個で一個の動画にしようと思います、うんうん、で本編は本編で、まあうん、その中にはノウハウ入ってないですけど、詳しく知りたかったらそこのノウハウだけを説明してる動画見てもらったらいいかな、うん、エビ缶のやり方みたいな。そうですね、あ、はい、で、はい、今日はエビ缶のやり方をレクチャーします、はい、で初めて志郎さんがエビ缶作ったんですけど、こんぐらいのクオリティでできてるんで、うん、あ、割と綺麗にできたね、はい、美しいですね、うん、美しいですね、はい、お願いします。はい、はい、エビ缶の作り方、線をまず線を引きます、はい、一本まず引いて、これが、うん、角度の、はあはあ、中心の、はい、バチです、はい、でこれのちょうど反対側を、ちょうど反対側は、はい、180度だね、あ、180度、はい、はい、にもう一色で、はい、これ必ず色分け、一缶と分けが分からんなるんですね、分からんなるから、はあはあ、なるほど、はい、白白と、まあまあ、赤の2色で2色の線ができました、はい、触っちまったで角度は割と浅めで、はい、結構角度がついてきますので、ああ、はい、試しね、これ、はい、はい、これはもうやって、うん、やって大体どうなるかは勘でしか言えないっす。何個か作ってちょっと合わせてみてみたいな、やあかんかったらもう一回やり直すみたいな、もう一回きついの作りまして、はい、今で、はあ、これでなんか 7.5 度なのか、はあはあ、結構浅いんですね、うん、10度いかないぐらいでまずちょっと、うん、一番最初は、うん、最初はこいつはまあ捨てるから後でどっかで使うか、あ、使う、使うんですかなんか帳尻合わせの時に、あ、で今白を、はい、まだやけど、はい、白い、はい、高温角度がつきました、はい、でそしたら180度振って、この長さを、はい、あ、この長さをぴっちり今もう20、はい、もう今20ぐらい、あ、もっと15ミリぐらいがちょうどいいと思う、うんうんうん、15ミリ、はい、でこれで次も反対にして、15ミリ、はい、はい、で溶接するときに、おお、はいはいはい、あちちちあちちあちあ、この色を合わせないといけないんか、合わせていく、なるほどなるほど、これがこの合わせていくと、はい、一次元の角度で、ああ、はい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 、二次元つったらいいのか、はい、あの、もう単なるこういう地面に置いた
あ、R ができると単なるこう、うん、真っ平らで90度曲がってるパイプができる、はい、はい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 、でこの線をずらしていくと、なるほどなるほど、三次元で曲がっていく、三次元的に曲がっていくと、なるほどなるほど、こうだったら、はい、ちょっとずらしてちょっとずらしてで、でやるとこうえぐるようにトークスクリュー的にだからこれはこれはこの線はずっといる、はい、あ、だからきっちりきっちりしたもんで書いとかんと消えたらえらいことになるということですね。わかりました。を連続して作っていきます、はい、これかなりあの、うん、グラインダー仕事にはいいです。これ油に強いし強いし、うん、この、うん、大きつもやんね、これ確かちゃうんかな、知らん、浮きえって書いてある、ちゃうんか、あ、ふえきえ、ふえき、ふえき、ふえきえちゃう、ふえきえって どのおばあちゃんやん、ああ、まあこれふえきですね、はい、建築のこの消えないものが結構いいですね、うん、ああ、はいはい、はい、ああ、わかりました、はい、はい、ほならこれでちょっと作ってきますわ、はい、お願いします、うまいこといいかなはい、そういうことです、はい、ありがとうございます、はい、はい。